お母さん麦茶なくなったえー、なんで暑いじゃんご飯作ってんのは分かるけどキャベツ今日晩ご飯何お好み焼きそれは食べたい何がないの豚肉とエビ致命的じゃん何で買い忘れたの分かった行ってくる ああ、この暑いのに買い物だなんて最悪ああ、ああ、行ってきます。あ、お疲れ。何その格好。いや、何がって。嫌に決めてるっていうか。何出かけんのへえ、デート。<laughs> そうなんだ。 いやいやいやそんだけ否定したって無駄でしょむしろ逆効果へえー、デートですかそうですかそうですか彼女いたんだ彼女じゃないのじゃあ何ふーん生意気じゃんあんたが告白されるとかへえー、あた私さこれから買い物なんだ あんたどこまで行くの駅前一緒じゃんじゃあ一緒に行こうようんあちょっとだけ待っててうんお待たせさ行こっかそう着替えてきたのうんパジャマだったの思い出して夏休み中だし先輩とかに会うかもしれないでしょパジャマで買い物行くのはやめようって思っただけ別になんかいいとして着替えたわけじゃないし 行くよほらで相手はどんな子バイト先ね後輩あんたが一番下っ端じゃなかったふーんいつから先週ねえー、何1週間で好きになったってことえどういうことその前あんたのこと好きで入ってきたってこと へーそうああそういうのどうかと思うけどね別に何でもないうん着いた何時待ち合わせ ?5 分前やるじゃん遅刻はしないんですねえらいえらい。 私との約束はあんだけ遅刻してくるくせに別にねえ意地悪していい別に忘れていいよ <laughs> 今日さうちお好み焼きなんだいいでしょう食べに来る豚玉とシーフード <laughs> 好きだったよねああまあ大丈夫だと思うよ母さんに LINE しといてうんおばさんにもちゃんと言うんだようんじゃあ7時ぐらいでどう今お昼だから厳しいうんよかったじゃあそういうことで探してる多分あの子でしょんお走ってきた じゃあまた後でね今夜楽しみにしてるどうもじゃあ <laughs> ただいまーあん買い物してきたな何したのって何が私の部屋にいんのへ、ええ。 なーに人の部屋にいんのっていうかデートは私より早いじゃん。1時間も経ってないんですけど。誰のせいとか言われてもわかんない何があったのか教えてくれないと。もしかして私が彼女だと勘違いされて彼女がいるのにデートしようとした最低男とか言われて帰ってきたとか ああそうだったんだそんなことになるなんて全く思ってなかった <laughs> なんかごめんね何なんでそんなことってなんでだと思う考えんのやめないでよ人の気持ちがわかんない <laughs> 人の気持ちが分かんないっって言った今私にそうじゃあ十何年も一緒にいるのに私の気持ちに一向に気づいてくれないあんたは人の気持ちが分かるって言うのだから私あんたのことが好きなのさっきのはデートとかいるから 彼女なんていなかったくせに、いつの間にって思って。<laughs> 告白されたって嬉しそうにしちゃってさ。ずっとそばにいた私のこと、本当に何とも思ってないんだなって思ったら腹が立ったの。だから意地悪しちゃったの。<laughs> 私の気持ちにずっと気づかなかったくせに、人の気持ちがわかんないとか、よく言えたよね。 もういい。晩ご飯は食べてきな私外で食べてくるから何話して痛いんだけど謝んないでよやめてって <laughs> 十何年の片思いがこんなに簡単に終わるなんて嫌だ好きじゃなくてもいいから振らないで なん言った私のこと好き嘘だじゃあなんでデートなんて嫉妬させようと思った何それじゃああの子もグルってこと恥ずかしい私かっこ悪い怒られたなんで ちゃんと見てたら私があんたのこと好きだって分かるはずって彼女はあの一瞬で私があんたのこと好きだって分かったんだそう今度はあの子会わせてよ失礼なことしちゃったから謝りたいんだん、ありがとう私 自分の気持ちに気づいてもらえないってずっと不安だったあんたのことばっか悪いと思ってたけど私男友達も多いしさあんたのことめっちゃからかうしもしかしてあんたも私の気持ちが分かんなくて不安だったそっかごめんねねえ あんたも私のこと好きってことはさ私と付き合ってくれるってことうん嬉しいありがとうう <laughs> んデートこれから晩ご飯までの3時間くらい 私たちらしいねいいよじゃあ行こっかろくにメイクもしてないし髪もセットしてないけどあんただって家帰って着替えてきたんでしょじゃあ待って私も部屋着にするううん、うん、いいの昔からさそういうとこずっと見てきたじゃんお互い私たちらしくてすごくいいなって思うの じゃあ、準備できたら行くから家の前で待ってて <laughs> 早く着替えてお母さんあたしちょっと出てくるからうんおめでとうって何が全部聞こえて <laughs> 恥ずかしいな <laughs> バカお好み焼きでいいお,おばさんに変なこと言わないでよ もう行っっちゃった <laughs> 最悪う,うるさいなそ,そうです初デートですちゃんと7時には帰ってくるから余計な詮索しないで <laughs> はいはいありがとうじゃあ行ってきますお待たせ <laughs> じゃあ手つないで行こっか